皆さんこんにちは、なるほど店です。今日はシールドを使って遊んでいきます。で、今回目標を立ててやっていきます。今回の目標は、こちらのカタツムリくんを守るというミッションにいたします。1回でもカタツムリくんがやられたら任務失敗です。で、まあ、シールドのスキルこちらですね。盾ですね。前面からの攻撃を塞ぎます。まあ、結構広範囲で広く塞ぎます。まあ、ただ後ろがガラ空きですので、ここは敵さんが来ないですね。味方の方が強いんですかね。なんか誰も来ずに終了しそうな。こちらの方だけですね。出番がない。お、来ました来ました。少なくなりました。これでカタツムリ君を守れそうです。よし、この辺りシールド発動しますと、おお、たくさん来た。危ない、カタツムリくん。おお、よかったよかった。ああ、味方の方がお強いですね。あー、スキル食らうんですね。ダメだ、カタツムリ君が死んだ。カタツムリ君が、あー、ダメだ、やられちゃう。ちょっとポイントが、あー、やられちゃった。やはり3人がかりだと瞬殺ですね。今回は、3人倒して3回やられました。カタツムリ君は、結構今回余裕で守れるかなと思ったんですけど、まあ、最後の最後でやられてしまいました。残念。では、今回の動画は以上になります。まあ、次回もちょっとシールドで頑張ってカタツムリ君を倒したいと、倒すんじゃない、カタツムリ君を守りたいと思います。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。